はあ、はあ、大晦日にミノルと戦うからしっかり練習しとかなあかんな。あ、アンパさん、大変です。なんやねん急に。その試合なんですけど。はあ、あのアホまたか。今回は格闘家のアンポルキア選手と木村フィリップミノル選手の因縁についてお伝えします。2人のことが注目されたのはブレイキングダウン13のオーディション動画が公開されたことがきっかけです。ウリタさん、今日はどこに行かれるんですか？ジムなんだけどよ、俺にどうしても伝えたいことがあるって男がいてさ、ちょっと付き合ってくださいよ。はあ。え、あなたは木村フィリップミノルさん？でか、ウリタさんとお知り合いだったんですか？実は俺ら家が近所でさ、何度か会ってんだよね。それで話す仲になったって感じ。ウリタさんとは散歩中に出会いました。それで木村くん、俺にしたい話って何？はい、実はお願いというか、僕の気持ちというか、ブレイキングダウンでアンポルキアと戦いたいって思ってるんです。え？なるほどな。木村くんはアンポくんといろいろあったからな。でも、いがみ合っているっていうよりは。次からは二人の因縁についてお伝えしていきます。それが生まれたきっかけは木村選手のステロイド使用です。木村選手が K-1 に参戦していた時は現在のようなバキバキの体とは言えませんでした。へん。は。ただ K-1 時代からステロイド疑惑は正直ありましたが、本人は否定しています。一般的にステロイドを使用する目的はパフォーマンスを向上するためですが、木村選手には別の理由があったと告白しています。憧れの K-1 に出場してるけど、思ったより稼げないな。卒業しようか。こうして木村選手は K-1 からの脱退を宣言しますが、それに待ったをかけたのが安保選手でした。安保選手、木村選手がボクシングに転向するそうですが。彼はファイナルマッチで負けちゃいましたからね。そのまま次のステージに行くのは本人的にはすっきりしないんじゃないかって思います。だから俺が木村選手と1試合やれたらいいなって考えてますね。結局対戦は実現しませんでしたが、木村選手はこの時の安保選手の言葉が今でも引っかかっているそうです。この時点に因縁とはいかないまでも、お互いを意識するきっかけとなったのは間違いないでしょう。確かにそうかもな。しかし当初の宣言通り木村選手は K-1 を卒業しました。ただその後予想外の展開が起きたようです。やばい、モチベがどんどんなくなってる。このままじゃ格闘家として活動できなくなるかも。この結果木村選手はステロイドを服用するようになったとのことです。体に目に見える変化とかあったらちょっとはやる気が出るかも。実際木村選手のその目論見は当たったそうです。おお、こりゃすごい。これ以降木村選手はステロイドに傾倒し、いろいろな目的で使用するようになりました。体重がなかなか落ちないから代謝を上げるために。ただ明らかな体つきの変化は関係者全員の疑問を生むことになり、ライジンと契約後の2023年6月24日の大会では対戦相手のロク・クダリ選手からステロイド疑惑を揶揄されることとなりました。俺のタンクトップを見てみろよ、アンチステロイドって書いてあるんだぜ。は？どういう意味だ？自分の胸に手を当ててみろよ。正直俺の目から見ても怪しいよな。この試合の結果は1ラウンド KO で木村選手が勝利しました。よっしゃー。やっぱりこいつのパンチは何かおかしい。絶対にやってる。木村、ちょっといいか？あ、榊原 CEO、何ですか？今日の試合、ナイスファイトだったな。ただ、お前ステロイドを使ってるんじゃないか？え、なんでそう思われるんでしょうか？明らかに体つきがおかしいからだよ。ダリ選手だけじゃなく、選手間でもいろいろと噂になってるし、
疑惑はすぐに払拭しておくべきだと思ってな。だからお前を検査しようと思う。え？どうだ、もしお前にやましいところがなければすんなり受け入れられるはずだが。あ、わかりました。検査を受けます。おお、そうか。ここで白状してくれると思ったが、でも検査を受けるということは実はやっていないんじゃ。普通にステロイドやってるじゃないかお前。なんで検査を受けたんだよ。すみません、もしかしたらバレないかもという一縷の望みにかけていたんです。お前はバカか。とにかくダリ選手との試合はノーコンテスト、罰として半年間試合出場禁止、再出場の時は検査を必ず受けること。いいな。はい。そんな呆れた木村選手に手を差し伸べたのが安保選手でした。ミノル、お前どこまでアホやねん。せやけど K1 におった時からミノルと戦いたかったんよな。結局実現せえへんかったけど、この機会に。おいミノル、今度俺とやろうや。おそらくですがこの呼びかけは木村選手にとって嬉しいものであったはずです。ルキア、今後俺はどうなるかわからないのに相変わらず優しいな。その後アント選手はことあるごとに木村選手について言及しました。アンポ選手、今度のライジンでは宇佐美翔、パトリック選手と対戦されますが意気込みを聞かせてください。彼はボクシングで高校6冠でしたっけ。それはそれですごいとは思うんですけど、キックボクシングとはちゃいますし、ぶっちゃけ眼中にありません。え、そうなんですか。俺の目には木村フィリップミノルしか見えとらんのです。その木村選手とは出場停止が明けたらすぐに戦うつもりでしょうか。できればですけど、格闘技は心で戦うので、木村がクリーンになって戻ってきたらある意味強くなるんやないですかね。そして安保選手はその試合でパトリック選手に見事勝利。ウィナー、よっしゃ勝ったで。その勢いで観戦していた木村選手をリングに上げ、対戦を要求しようとしました。おいこらミノル、リングに上がってこいや。しかし榊原 CEO に NG を出され、結局なしになりました。勝手なことをするな、木村はまだ処分期間中だ。ただその後木村選手にカメラが向けられると、明らかに安保選手を挑発するかのような態度を見せました。ああ勝手に撮ってんじゃねえよルキア、お前が俺に勝てるわけないだろ、調子に乗んな。またステロイドを一切反省していないかのような態度も取っていたみたいです。やっぱり筋肉って最高。そのような木村選手の様子にさすがの安保選手も苦笑いをするしかなかったようです。木村ですか、なんていうかあいつのメンタルどうなってんですかね。俺に分けてほしいぐらいですわ。そして2023年の大晦日に2人の対戦が決定し、世間の注目を大きく浴びました。いよいよやな、バッチバチに殴り合って絶対に勝つからな。しかし11月24日、そのような状況が一変しました。うんうん、ミノルはパンチが強いけど引いたら相手のペースやし、前に出続けんと。あ、アンポさん。え、どないしたん、そんなに慌てて。木村戦が中止になりました。は？まさか、また？その理由は、木村選手が検査に引っかかってしまったためです。木村、検査前お前言ったよな、絶対に大丈夫って。また嘘をつきやがって。ちょっと待ってください、今回は何もやってませんから。じゃあなんで陽性反応が出ているんだ。
またステロイドを使ったって証拠じゃないか。多分ですけど、前に使用していたものが体内に残っていたんですよ。ですから、クリーンになるまで治療と練習に専念します。ああ、お前に関してはもう笑うしかないよ。このような事態を受け、アンポ選手は SNS にて呆れた様子を投稿しました。ミノル、俺が言うのもあれやけど、お前正気か？俺は別にお前がドーピングしとってもよかったけど、ライジンがそう決めたならこれ以上は何も言われへん。ただ木村選手に対するエールも同時に投稿したみたいです。しっかり抜いてドーピング検査をパスしてこいや。絶対来年実現させるぞ。その後、木村選手はさすがに懲りたのか、ステロイドの使用を一切やめたとのことです。おりゃ。そして2024年のライジン神戸大会で木村選手は復帰。対戦相手はレジェンドとも呼ぶべき大選手でした。緊急特別企画、ライジン神戸大会直前、教えて榊原さん、独占裏側直撃スペシャルの時間がやってまいりました。ゲストとして榊原 CEO、 そしてアンポルキア選手らにお越しいただいています。皆さんよろしくお願いします。早速ですが、榊原 CEO、 今回の見どころはズバリ何でしょうか？そうですね、コンテンツが盛りだくさんですけど、個人的に注目しているのは木村フィリップミノル対グアカオバンチャメイク。往年の格闘ファンにはプワカオポープラムックといった方が伝わるかもしれませんね。ブワカオ選手といえば K1 マックスで2度の世界王者に輝いていますし、あのマサト選手としのぎを削った大選手です。さらには2023年、アンポ選手と対戦して引き分け、まだまだ実力は健在だということをアピールしました。そんなブワカオ選手と木村選手が対戦、安保選手としては心中複雑ではないでしょうか？いやいや、そんなことはありませんよ。むしろブワカオ選手に勝ってくれた方が俺との対戦は盛り上がるんじゃないですか？現在オンラインで木村選手とつながっていますので、お呼びしようと思います。木村選手、聞こえていますか？そして画面に映った木村選手は上半身の服を着ていませんでした。ん？ミノル、お前な、頭いかれてるやろ、マジで。ステロイドだけやなくて、違法なブツも使うてるんちゃうか？このような安保選手の声を無視するかのように、木村選手はポーズを決め続けました。これはナチュラル大胸筋です。ふざけたことばっかしとらんと、真面目な話をしようや。お前、まず俺に言うことあるんちゃうか？大晦日の試合飛ばしてすみませんでした。ほう、素直になったやんけ。まあとりあえずいつになるかわからんけど、俺と一戦やろうや。ルキア、一つだけアドバイスしておいてやると、俺の試合ぐらいはキックでやった方がいいよ。え？なんでこのタイミングで上から目線で発言できんねん。まあええわ。お望み通りキックでやったるわ。みんなもそれ望んでると思うし。お前の腹に三日月蹴り、思い切り刺したるわ。かかってこいよ。顎の骨を折るし、頭を吹っ飛ばす。とりあえず、今回の試合絶対に勝てや。俺も観戦に行くし、お前が勝ったらリングに上がって飛び蹴りかましたるからな。アンポ選手、大晦日の時に散々迷惑をかけられたにもかかわらず、木村選手にエールを送られましたが、どのような思いからでしょう？別に何も。せやけど、俺はあの筋肉もあいつの弱い心を隠すためにやってるだけっていうことは分かってるんで、ほんまにあいつをボコボコにして追放しますわ。
安保選手ってツンデレ？とにかく木村選手とブアカオ選手の試合を楽しみに待ちたいと思います。ちなみに試合結果は木村選手が普通に KO で負けました。強すぎ。パンチ力だけはすごかった。まあ気持ちを含めてそれ以外は全部ダメだったけど。木村選手の無残な姿に安保選手もがっかりしたことでしょう。ああ、何してんねん。ミノルなあ、ブアカオ選手が今でもめちゃくちゃ強いのは身に染みて分かっとるけど、心を折られて失速してそのまま負ける。同じことの繰り返しやんけ。その後、木村選手は安保選手に様々なことで恩を感じているのか、ボクシング界のレジェンド的存在のマニー・パッキャオさんと安保選手が対戦した際、SNS にてお気持ちを投稿しました。テルヤおめでとう。結果としてはドローだけど、中身は圧勝だった。マジですごかったよ。観戦に来てたボクシング元ライト級の世界王者、ライアン・ガルシアとは俺がやるからな。そのような木村選手の様子を見た安保選手はどこか嬉しそうでした。お前もう黙れや。ライジンファイターぶんな。そして木村選手はブレイキングダウンに参戦を表明し、現在に至ります。木村君の気持ちは分かったよ。ただそんなすぐには決められないな。はい、そのことは分かってます。安保とやるためなら何試合でも挟みますし、どんな相手でも戦います。ですから我こそはって選手がいたらぜひ手を挙げてもらいたいし、そこは待ってるんでぜひお願いします。そっか、意気込みは変えたいけど、今でも木村君にかかってる疑惑は世間じゃ消えなくてさ。ぶっちゃけステロイダーなの？そんなやつと誰かを戦わせるのも運営としては良くないからさ。だったですね。今ではもう完全に抜いてますから。今後ナチュラルな体っていうのを証明してやっていければなと思っていますし、ステロイドに頼らなくても強いってことを皆さんにもお伝えしていきたいです。ああ体の強さとかよりも木村君は心を強くするべきだと思うけどな。それより俺の目から見て木村君は安保君に随分固執してる気がするんだ。それはなんでだろう。そうですね、テルヤの活躍を俺は誰よりも見ているし、一番応援してるからですかね。その中で俺との試合はなくてはならない対決だと思うので、そこは逃げずにぜひ僕と試合してください。最高にバチバチでやり合って日本中を元気づけるような試合をしましょう。そしてこの動画が公開された後、安保選手は木村選手に辛口エールを送っています。ミノル、俺を見習ってブレイキングダウンに参戦するんなら無差別級から始めようか。ジェロム・レバンナとやれや。果たして2人の道がブレイキングダウンで交わる日が来るのか、木村選手の今後の活躍次第でしょう。そもそも論になるけどさ、なんで木村はライジンじゃなくてブレイキングダウンで安保と戦おうとするんだよ。筋が通らねえ気がしてポカンとしてんだけど。自身のお金稼ぎとブレイキングダウン運営側の話題作り、双方の思惑が一致しているためではないでしょうか。木村選手が K1 を離脱したのもお金ですし。はぁ、今の時代格闘技一本で食っていける選手は稀だし、 YouTube とかでも稼げちまうから仕方がないのかもしれねえけど、そうすればするほど日本の格闘技レベルが下がっていく気がするぜ。あと安保と木村が対戦したらどっちが勝つと思う？俺的には安保かな。木村はすぐに心が折れて負けるし。私も同じく安保選手が勝つかなと。木村選手のメンタルの弱さは安保選手をはじめとする様々な方が指摘していますしね。だからこそ安保選手からしたら木村選手をほっとけないみたいな気持ちになってるのかもしれません。